お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらのミラースパーキーやっていきたいと思います。ということでですね、現環境スパーキーがそこそこに使われてます。さっきね自分で数えたんで、ちょっと誤差があるかもしれないんですけど、世界100位の中で今12人かな、はい。なので、言ったら約10人に1人くらいはスパーキーでね上に上がってるということで、いろんなスパーキーの形がいるんですよ。それこそね、このダックプリがミニペだったりとか、ミラーが入っていなかったりだとか、ファイボではなくてヤナアメとかガゴムレとか、こう、スパーキーも本当種類がね、そう無限にあるんですけども、レイジあったりとか、その中で、このなんかね、ミラー、ファイボザップの、なんか、肛門のスパーキーといいんですか、枯渇スパーキー、そう、こういう方が結構いました。なんだ、これか、なんか、ゴルナイミニペレイジ型か、みたいな。そう、そんなとこで結構多かったので、さあ今日これをねやっていこうと思います。でもともとミラーの枠は何だったかな、なんかすごい昔はねガゴ群れギャングみたいな感じであって、僕もね一回大会で多分使ったことあるんですよね。そうめちゃくちゃ昔ですけども、そうみたいな感じのデッキが最近の方になった感じかなと。さあで今回の相手がエレジェイかな、んでエレジェイに対してやっぱちょっと優秀っすね。あ、これもうだって、きつい。もうきつい。これだってもうね、相手、ライトニング打って、トルネム打って、コストないね。これでもう、ワンパンですよ。はい。これも、ミラーありますけども。なんか、ミラーを使う枠は、いろいろあって、それこそスパーキーミラーですよ。そう、スパーキー出して、じゃあ、相手が、なんだろうな、何してくるんだろうな。ロケット打ってきましたよ。はい。そしたら、じゃあ、もう、被害スパーキーおかわり行くよとか、もできますし、ダックプリは僕結構ミラーすることが多くて、というのも、ダックプリって、ダックプリ単体でも相手のタワーに結構ダメージ与えれるし、守りも優秀だし、結構優秀だと思ってるんですよ。僕の中で勝手に天才カードだと思ってるんで、ロイジェイとか、ダックプリとスケラとか、いろんなデッキにも入ってきますし、とりあえず結構安牌なんですよね。よいしょ。ザップをね、打ってく。いいよ。これは、いいザップで、スパーキー振り向きナイス。いい振り向きですね。変態度が、なかなか高めでしたね。ナイス。やばい、今日。ちょ、咳が、謎に多い。はい、皆さん。別に体調は崩してるわけではないんですけど、お気をつけて。ご覧ください。ね、基本的には、スパーキーミラー、ダックプリミラー、あとはゴブジェイミラー。で、最後の削りには、ファイブミラーだったり、あとは、スケブコウモリとか小物相手には、ザップミラーとかも結構使えるかなって感じですね。はい。ってことでやっていきましょうか。で、真ん中のインフェとか施設来たら、ダックプリをね、ピョーンって飛ばして、そう、ゴブスパで組みつつ、真ん中ダックプリ、真ん中コウモリで相手の施設は無効化できるので、それはちょっと強めかなと思います。よし、もうゴリゴリ、うおい、さ、来た。やっぱ流行ってんだな、スパーキー。いや、しかも、これ今回、ちょっと嫌なのが、相手エレキなんですよね。そう。だから、スパーキー対決で、エレキある方がさすがにちょっと有利やねんか。お、これは発射？ザップは？え？え？なんで？撃たしてくれんの？それ、どういうこと？それ撃たしてくれんの？ありがたすぎ？さすがにザップでいっか。よし。いや、そんなあっさり一発くれていいのっていう。スパーキーってこの一発めっちゃ大事やん。めっちゃ大事な一発そんな簡単にくれるっていう。これ、コウモリもったいないんで、ケチなんですよね。行きたくなっちゃう。さあ、エレキを使った。エレキ使ってくれたらありがたいな。でも言うて俺もザップあるし、ダークプリンスもあるんで、そこまでスパーキーの受けがきついかって言われるとそうでもないよね。なんだろうね。やりこぶコウモリっていうのもね、いいっすね。スパーキー出した後に、やっぱこうね、ダークプリ、とかミニペしかないとやっぱコストねえってなるんですけど、意外とねやりこうだとすぐ出せるんでね。さあ、これなんかもう組むだけで勝てそうだな。こんなんだったっけ。ちょっとイージーゲーム多めか。たまたまなんかなんだこれ来るんすよ、たまに。マジで、たまに。最近はねあんまないかもしれないんですけど、ちょっとね、そう、辛辣な、悲しいコメントが来るんですよ。そう。相手弱すぎてつまんない。俺、知らねえよ。
俺が強すぎるだけってことにしといてくんねえと思いながら、そんなこともないか。さあ、まあ言うてね、ある程度はできる人だと思います。さあ、これもう組んでどうしようかな、マジで。相手なんか辛そうだね。いや、これ強いですよ、ダクリミラ、スパーキーに対していいな。で、しかもザップもあるんで、さず、あ、やばい、調子乗ってると行かれます。ちなみにね、まあでもさすがに勝ったか。オーケー、そんなに弱いんだよ君。で、こう強いのがね、ファイブミラーとかもできるんで、まあなんかミラーやっぱ環境本当最強レベルです、ぶっちゃけ。うん、まあ、ミラーが強いからエリジェイミラーも流行ってるとかいろいろあるとは思うんですけど、まあ、あれはエリジェイがちげえな、あれはエリジェイがちげえだっか。そう、ミラーはマジいろんなデッキですね。もう入ってないデッキないやろっていうぐらいミラー使われてる。ホグミラー、ロイホグミラー、コカツミラーでしょ。あ、スケラぐらいだね、スケラには入ってないわ。そうで、ラーマにもあんま入ってねえか。スケララーマには入ってこないな。ゴレにも入ってこないわ。あ、意外と入ってこないデッキあんな。まだまだエレジャイには入ってくるし、なんだろう、スパーキーにも入るでしょ。入るデッキにはすごい入ってるイメージがあるっすね。よいしょ。ね、これはまあザップっといた方がいいですね。で、なんかね、スパーキー上手い人がよくするのはゴブジャイをよく出します。うん、なんかね、ゴブジャイはよく出すんですけど、そこで無理に攻めない。そう、ゴブジャイは出すけど、なんだろうな、ゴブジャイに対応させるんですよね。施設使わすとかユニット使わす、そしたらケツスパーキーみたいな。なんかね、僕の中ではというか、なんか一般的にはやっぱね、スパーキー出してさ、ゴブジャイつけましょうが、結構一般的なね、思考というか、もんだと思ってたんですけども、なんかね、結構ゴブジャイを、あの人たちすごい出します、上手い人たち。さあ、まあこれは、さすがに、あっちをね、やらせていただいて。まあ、無理はせんでええんちゃうっていう。さあ。いや、今回の相手はロイか、トリトンイコールロイだと思ってるんで、トリトン入っててね、他のデッキってあんまないですよね。まあエリシャイとかゴレとかに稀には入ってくるんですけど、もうトリトン以外相手のカード覚えてないもん。ゴレでした、はい。で、これは一旦ちょっとだけあの嫌がらせですね。ここでだってコス使ってくれたらね、このスパーキーでゴレ守りやすいんですけども、今回の相手がマジアちゃんライドラくんなので、ちょっと嫌だなっていう思いはあるけど、さあ、まあライドラはなんか適当にやるか、これしょうがないですね、入っちゃう。まあまあまあ、でもこれはゴブジャイ蓋できると理想だったけど間に合わないので、しゃあなしからのだな、これ。ゴブジャイ、ゴブジャイ、もしかしてゴブゴブ、いや説ない、あるよねこれ。ゴブジャイからのもう一回ゴブジャイで左攻めて、オッケーオッケーオッケー。相手結構コス使ってんな、これだって取りともないと最後にいらなそうだな、あれ。ザップ打って、やばい、いや、どうせなら折れてほしかったな、それ。ファイボのダメージが、やばい、ファイボのダメージが、ファイボだけギリ落ちない。いや、うまい、あれ、そう、いや、これどうだ、これどう思います、これ。ザップで止めたらさ、ピュッ、なあ、ジャストやんけ。ぴったりすぎんだろ今のは。さあ、で、まあゴブジャイの背中とファイボでライドラやれると理想だけど、まあぶっちゃけ逆サイをね、ダックプリで攻めるのもありっすよ。よいしょ、これ結構良さげなファイアボールじゃない。で、さらにはマジックアーチにもファイボと、これ実はね、ダックプリで攻めてるんでね今。はい、ライドラがちょっと強いかな。まあ、僕はこれ無理せず一生スパーキーで持ってライドラだけっすね。このゴブジャイをうまく使いつつ、ゴブジャイやりこぶとか、まあ何でもいいです、ゴブジャイで守っとけば、まあ事故はないはずです。あれちょっとめんどくさいっすよね、さすがに即5を
これはなんか美味しくない？いや、そっちじゃなかったな、引っ張ってほしいの。待って、やばい。これやばいかも。なんかあいつ空が多い。危ない、間に合わない。うわ、逆。背中、いや、いいよ。ゴブジェイの背中で耐えてる。てか俺耐えれば勝ちなんだよな。いや、ゴブジェイの背中でマジライドラ処理しましょう。これスパーキーミラーだな。よし、よし、こっち耐えて、耐えたら勝ちです。いや、マジでライドラきっちり。オッケーオッケーオッケー。さあ、なんかライドラもベビドラもなんか飛んでるやつらすげえ厄介でしたね。危ない危ない、さすがに勝ったよね。よし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 。さあ、まあ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 、攻めが通んないときは気合で耐えつつ、まあなんかね、ゴブスパーで形組みつつ、逆サイドのダックプリ普通に短期もやっぱ強いですね。やっぱこのデッキの強みっていうのはヤリゴブリンとコウモリがいるんですよ。そうだから、ダックプリコウモリとかゴブジャイコウモリ、なんかそういった小さな攻めでも結構プレッシャーになるんですよね。だから、まあ、ゴブスパ組みつつ逆サイダックプリコウモリとか、まあ、なんだろうな、ほんとスパーキーにコウモリつける、スパーキーコウモリでもいい、スパーキーヤリゴブとか、なんかそういうなんかの、まあ大きいやつですね。ゴブジャイ、スパーキー、ダックプリ、どれかに、まあ、どれかヤリゴブコウモリ1個つけるだけで、どんな、なんだろうな、ピンチでもなんかたまたまねスーパー逆転できたりとかもあるので、やりこぼコウモリやっぱ添えるっていうのが大事かな。さあ、これはもう手札の事故なのでファイブを使って守ります。はい、フグ一発も痛いですからね。あとはもう背中ですよね、背中。はい、何でも背中で、何でも背中出しとくだからな。でゴブジェイは結構出します、結構出すけど、どうだろう、無理に後ろはつけなくてもいいですね。うん、捨てていい、おとなしく後ろからスパイキー入っていい。それこそ、まあ、これは合わせようかな。逆オグ来るっすね。まあさすがにこれはスパーキー行かれるのはちょっと話しちゃうんで、ダックプリで蓋してあげてね。これ読みザップ成功すると思いますか皆さん。いや、これ後半ならいいけど序盤にやるメリットない。おお、よかった、やんなくて。すごい来た。だからのここは、まあ、どうせ大砲があるので、まあ大砲使ってくれやっていう感じですかね。うん、助け守れたらいいなって思ってたんですけど、全然強えやん。さあ、ヤリゴブリンがいい働きをしてると。ここホグ来たら、まあスパーキーで防衛かな。まあ10個スナったら出してもいいかもね。たまたまかぶれ、やばい、でかすぎ。まあ、一発かな。さあ、ここですね。こういうのもね、結局両サイ攻めるといい感じになったりするっすけどね。あちゃくやつですね、僕は。さあ、もう背中で受ける。なんかラバー受けみたいな、ジャイ受けみたいな感じのゴブジェ受けっすね。でさ、スパーキーで、こっからがおもろいのが、スパーキーミラーできるんですよ、このデッキ。そこうなってくると意外とね、ちょっと良かったりするんですよね。なんかがいい感じになりますよ。まあ、圧着サイドとキョスケサイドに分かれんだろうな、相手も。まあ、ここは特になんかないけど、あと相手は実はコウモリの受けがきつい、ファイスティぐらい。うお、え、今のってさ、まあ、ザップじゃなくてもワンチャン入ってたかな。神ザップじゃない。もしよ、もし今のがね、スパーキー一発あそこ打つだとか、コウモリが消えるだとかあるならば、世界は違ってましたからね。まあでもこれも結局ミラーですよ。そう、スパーキーミラーで
まあ、両サイ形組めたのが熱いね。いや、スパーキーもな、最近マジ強いんでね。しかもね、チャンピオンこれ入ってないので、まあ、チャンピオン入ってなくても全然戦えるんでね。そう、まあ最近はスパーキーには基本ゴルナイとか、そう入ってくるんですけど、別になくても、なんだろう、なんでも代わりがいるっすよね。ダックプリ、ミニペ、コウモリ、ザッピー、マザネコあたり。そう、スパーキーデッキの基本かな、その辺は。そこでなんとかなるんだよね。さあ、ゴールデンレッスン。ゴールデンナイトキッズってこと、これ。名前はそう表されてる。さあ、背中で。これも迫撃ないんでね。なんか来るぞ。あー、ダックピか。あー、いや、これちょっと特殊だな、相手。あ、待って、やばい、これ間に合わなかった。これ、あれだな、エルシオープ、エルシオープハッキーだな、これ。なんか海外の、まあ、中国か。中国の皇帝って呼ばれてる最強プレイヤーだね。エルシオープ、エルシオープですね、はい。シオープちゃん、ボッちゃんですね、僕らがよく呼んでんのは。そう。使ってた、バルキリア着衣の、バルキリア着衣アーチャーとかのやつ。いや、違う？ただの普通の無垢銀ハッキーかな。まあ、バルキリー嫌だよね、本当に。アーチャーも嫌だよね。全部溶かせないんでね。うん。さあ、ウッドも使って、いい防衛が来ますね。まあ、これはね、相手にさすがにロケットがあると思うんですよ。いやー、まあ、1コス多いですけど、まあ、スパーキー出してロケ、エルスピー！エルスピアだよ！エルスピアだよね。まあ、スパーキー出して、ロケ打ってくれたらもう、美味しいっすよ、言ったらもう。あー、まあまあまあ、相手もあんまりですね。で、ここでスパーキー出して、もうロケ来たらもう GG、はい。それはもう無理。いや、でもさすがにミラーはそうだな。スパーキー出して逆迫撃ゴリ巨用のエレスピをもう一回読みザップで仕留めるぐらいしかないんですけど、あ、普通に迫撃ね。いや無理だなこれ。待ってよ、まあ、迫撃をファイブでぶっ飛ばせれば。あ、待って、うわ、渋すぎ。あ、でも取れねか。あー、エロプレイがたわ。うわうまっ、ちょっと待ってくれよ。今のはでもね、ファイブで壊されたらまた話違ったっすからね。ちょっとだけ後取ってるんで。バルキリーいないってことは、それね、使ったらとも使ったけど、やばい、待って、呪文が、いや、でもでかいでかいでかい、入ってる入ってる。俺のよくわかんねえザップが効いてんなこれ。さあ、これロケ当たるか、タワーと。もしかして当たんないよな。あの辺バックしてちょうど当たるみたいな、そういうやついらない。あの、今日ファイボのエイムがね、非常に悪い。おい、いや、これはでもね、美味しくて呪文削り始めちゃう。この槍のダメージでさえ俺美味しいですからね。いやー、まぁ、ちょっとやだね。ちょっとどころじゃねえ。めっちゃやだ。エレスピがやばい。うおー、お前、天才かよ。あ、これ来ました。五分五分です。はい、ミラースーパー大活躍。これで、まぁ、迫撃もないのと、ここで、そう、無理やり使わせて、ここでギリギリ待って迫撃を壊れろっていう、壊れるぐらいでいくともうね、相手きついよこれ。背中がもう大暴れだよ。下からのツケがピョン、ニョキッと。いや、いいよ、いいダメージ入って。あ、これ呪文圏内じゃない、これ呪文の圏内が分かんないんだけどさ、すごい圏内な気がする。で、内側目にゴブジャイ出して迫撃のターゲット取りたい。圏内じゃねえかこれ。ちょっと怖いが守ればいいので、ザップ圏内。うー、いや、いいなこのスパーキー。いや、なんかね、楽しいデッキっすねこれ、マジで。
しかも強い。しかも、なんだろうな、後半なればなれば強くなるんで、戦いやすくもなってくる。スパーキーミラー、ゴブミラー、ダククリミラー。いや、めっちゃ良かったんじゃない？そう、だってスパーキーってロケットとかね、勝ちにくいですからね。はい。ということで、皆さんこのゴブスパちゃんぜひ使ってみてくださいなと。まあ、スパーキーさえ持ってればね、組めると思うんで、使いやすいんじゃないでしょうか。ということで、お疲れ様でした。またね。